医者のやる仕事ってセールスと似てきて、なぜいいのかを商品のスペックじゃなくて見てる方に役に立つ話、はい、1時間ぐらいかかる話を5分ぐらいにまとめて、なるほど結局医学部の教授がみんな頭がおかしい人だからなんだけど企業でも落とされるかも、まあね、医者なんかの話聞くより、はい、和田秀樹チャンネル、和田秀樹です。今日は同じ名字の和田博美さんがゲストで、和田博美さんとはですね、実はエンジンゼロワンという文化人の団体でご一緒させていただいています。和田さんが、まあ、世間的に有名なのは世界ナンバー2の営業ウーマンということで、はいはい、それで、百科事典ですよね、はい、の、を世界で2番目に売ったという、あ、百科事典じゃなくて、百科事典は上司が売ってて、私は英会話学校を売ってるんです。あ、英会話学校をじゃあ世界で2番目に売られた。そうです、まあ、厳密に言うと世界は百科事典売ってるのに日本は英会話売ってたっていう、なるほど、そこで比較していいのかってことなんですけど、まあ、とにかく物を売るって僕は結構大変だと思っていまして、はい、例えば AI の時代、はい、が来てですね、はい、例えば医者なる職業って僕は必要がほとんどなくなる、はい、検査データを見て、はい、画像データを見て、はい、あなたは何ていう病気ですっていう診断は、はいはい、医者が AI に勝てるわけがないと思ってますし、そうですね、ミスもないですもんね。ミスもないですよね。そうすると医者のやる仕事ってセールスと似てきて、あなたが癌ですよとか、はい、これはこういうふうな治療方針でいきますよとかっていう話になった時に、はいはい、生き延びる方法って多分2つしかなくて、うんうん、1つはその説明がちゃんとうまくて、うんうん、患者さんに安心感を与える医者であれば、はいはい、AI がやる以上全部に同じ答えが出るはずなんだけども、はいはい、それがどこの医者に行っても同じなのに、この先生の話を聞いてるととても安心するとか、安心するとか楽になるとか、うんうん、ちょっと希望が持てる、はい、ということですね、はい、その患者さんと話し合って、はい、その人に合った治療を選ぶっていうのが、はい、僕は医者の仕事になってくると思うんですよ、うんうんうん、ということで安心感を与えるとか、はい、その人その人に合わせて回答を見つけてあげるみたいな仕事に医者は僕は変わっていくと思うのね、はい、だとするとちょっとセールスに似てこないか。そうですね、今セールスの世界も、うん、いかに売れるかじゃなくっていかに選ばれるかに変わってきているから、売れる人よりもこの人から買いたいとか、うん、この人の話を聞きたいとか、うん、やっぱり人にフォーカスしていかないと、もともともね、ネットで買う人すごく多いじゃないですか、うんうんうん、そうするとネットで買う人って欲しいもの決まってるんですね。そうそうそう、これ買うから、パソコン買うから、どこのメーカーにしようかな、うん、価格を比較してここで買おうかな、うん、ってなるんだけど、大半の人って欲しいものが分からなくって、うん、パソコン欲しいかもしれないけどまだこれでいいかなとか、うん、スマホ新しくなったらいいんだろうけど今使えてるからいいかなとか、うん、そのうちそのうちとか、なんか先延ばしにしてる人が8割だと思ってるんですよ、うん、まあまあそう、特に日本は貧乏になっちゃったからね。そうなんですよ。でその8割の人に向けて、こういう生活がありますよとか、うん、これを入れたらもっと便利になりますよとか、仕事効率こんな風にアップしますよっていうのを初めて聞いて、あ、それだったらちょっと買ってもいいかなっていう風に持ってくるのがセールスなので、うんうん、なるほど、なるほど、あ、そうだね、極意なんか、セールスは極意ですか。さっきファンを作るっていう話をちょっとしたんですけど、うん、今デジタル化ですごい効率を求めるからデジタルツールを入れてどん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 効率化されている側面と、もう一つはすごい手間をかけたりしっかり人の話を聞くっていうセールスが二極化していて、これちょっとミックスさせていくっていうのが必要と、あともう一つあるんですけど、今人ってすごい先延ばしする人多いじゃないですか、うんうんうん、なかなか決められないとか、うんうん、でセールスはそういう人たちの背中を押すのが仕事だから、なぜこれがいいのかとかを説明するんですけど、そのなぜいいのかを商品のスペックじゃなくて、うん、その商品をその人が手に入れた時にどんな未来がもたらされて、うん、どんな付加価値があるか、でその付加価値は例えば、メガネを売る時にフレームとかレンズがいくらで3万円ですよじゃなくて、私たちが売ってるのは視力だっていうと、うん、その視力に対して自分はどれくらいの付加価値
価値を感じるかとか、うん、ちょうどこの間エンジンでこの話をした時に、うん、ちょうどハローワークで中学生がいたんです、うん、で中学生にメガネの話をした時に、じゃあそのメガネかけてめちゃめちゃモテるようになって、うん、めっちゃかっこいいとかって言われて、もうファンクラブできるようになったらそのメガネいくらだと思うっていうと、中学2年生の子が100万円って言ったんですよ、うん、だからそういうその人が感じる付加価値みたいなものを言葉で伝えることができたら、絶えずお値段以上だし、買った人もハッピー、伝えた人もハッピー、そういうセールスっていうのが私は好きだし、そういうことをよくお伝えしてます。なるほど、はい、じゃあ次のお仕事として小説をお書きになってるということで、それでなかなか売れておられるということでさすがだと思うんですけど、ちょっとご紹介を。ありがとうございます、宝物っていう小説を書いてまして、この、去年出したのがそれでも会社辞めませんっていう小説ですね。今までビジネス書をずっと書き続けてきて、あのセールスとかコミュニケーションとか、まあ、自己啓発系のことを書き続けてきたんですけど、なんていうのかな、ビジネス書って、全ての人が成功するために書かれてるんですよ。お金儲けができるとか、うまく話せるようになるとか、まあ、病気が治るとか、若くなるとか。でも小説ってゴールがなくて、主人公もビジネス書は偉い人がみなに言うみたいな感じなんですけど、小説は偉くなくても成功してなくっても主人公が真逆で、ゴールが曖昧で、でもそのプロセスの中に何か気づきがあったりとか、感動したりイメージをしたりすることによって心が動いたりする世界があるから、まあ、映画と同じなんですけど、あのビジネス書ずっと書きながら違う表現であの人にものが伝えられたらいいなって思ってて、私あの友達で角田光代さんが友達なんですけど、なんか飲みに行ったりする時にいつもなんかこの世界観素敵、友達なのに憧れてて、でどうやって書いてんのとか、どういう言葉を見つけ出してくるのっていう風に、まあ、あの聞いた時に、この角は何て言うんだろうとかね、川だった後溝になったとこ暗渠っていうのとかあるじゃないですか、うん、ああいうのもこの場所って何て言うんだろうっていう言葉にすごく敏感になっていくとかって話を飲みながら聞いてたりとかして、私もいつか書きたいと思ってて、それでまあ書いたんです。これあのお芝居にもちょっと自分であのして、今年も6月と7月にこれ東京と大阪で芝居をもうやること決めてるんですけど、その芝居はあなたが脚本書くの？脚本は脚本家に書いてもらってるんですけど、うん、一緒にアレンジしながらあの書いています。はい、やってます。すごいですね。そんな風にあのちょっと今までの仕事をセールスの、まあ、コンサルみたいなこともやってたんですけど、まあ、どっちかっていうと自分の今やっとやりたい仕事にあのつけてきたっていう感じ、うん、なるほど。まあ基本ある年齢になったら、うん、自分がやりたい仕事やった方がいいと思う。お金儲けできるかできないかをさておき、うん、自分がワクワクすることを、うん、まあ、やりたいなと思って、うん、あの効率悪いんですけどやり始めたっていう感じなんです。その方がね、はい、残りの人生幸せに暮らせるんじゃないかと。わかんないですけどね、まあ、あの苦しんだりする可能性もあるかもしれませんが、うん、まあ、そんな風に今また3冊目をちょっと書いてる感じです。なるほど、すごいですね、はい、あと最後に、はい、やっぱりあの見てる方に役に立つ話をしたいと思っているので、はいはい、まあ、和田さんが人材育成でよく使われている予天使君の話をちょっと、はいはい、あ、分かりました。まああの本当に話すと1時間ぐらいかかる話を5分ぐらいにまとめて、まさに要点ですね、させていただくんですけど、まあ、今ちょっとあの昔から言ってることなんですけど、特に2020年以降すごいやっぱりそのデジタル化の波でその過去から比べて10倍だそうなんですね、うん、でその10倍の中ですごいそのスピードに心が追いついてなくて、うん、心の成長ってやっぱり時間がかかるし、うん、そうなるとやっぱり病んじゃう人ってね、先生もメンタルことされてるんですけど、まあそうですね、じゃ あ, あのその時にあの私は精神科医ではないので、うん、あのじゃあ心の問題どうやって解決するかっていうと、思考癖を変えるっていうところからアプローチをしてまして、うん、思考癖って Google の検索窓みたいなのが脳にあって、うん、それでそこでついてないなとか私不幸だなと思うと、不幸って検索して自分のスクリーンで不幸をいっぱい探してしまう癖が強い人が鬱になりやすいというか、うん、まあまあそうですね、コルチゾールが出っ放しになるじゃないですか、うん、
ですか、だから鬱になりやすいんですけど、じゃあそういう人たちって、悪いことばっかり考えてるから自分の悪いこと検索して、うん、自分の過去も悪いこと検索して、うん、不幸のレッテルを貼ってるから挑戦しないし、うん、人の悪いとことか会社の悪いとこ探すからいつも文句ばっかりとか、うん、いつも不満ばっかりになるんですけど、例えば同じお弁当食べててね、うん、パッて蓋開けた時に不幸の検索がいつも入ってる人って、あ、私この漬物嫌いなの、ピンクのさ、ご飯がベタベタで、もういやまた揚げ物ばっかりで、もう大嫌いなのって言って言う、もう時にかく嫌なことしか目につかない人と、パッて開けた瞬間に、あ、私今日唐揚げ食べたかったのラッキーっていう人、同じ一つのお弁当を見てても不幸になる人と幸せになる人がいるのは、まさに同じ世界で生きてて物の思考癖なので、まあ ね、その思考の検索を、まあ、良かった探しっていうので、うん、ついてないをついてるに変えるのは、うん、ちょっとスピリチュアルっぽくって、うん、ついてると思えばなんとかなるっていうのはちょっとその強引な感じがするので、うん、もうちょっと思考癖変えるっていうのは、良かったって言ってからなんでって探すような、うん、そういう思考癖の作り方やってて、うん、カルタ作ってました。なるほど。でカルタ作ってて、その挨拶されたけど無視されてよかったなんでとか、うん、企画が通らなくてよかったなんでとか、うん、子供用のカルタだったら、うん、勉強についていけなくてよかったなんでとか、うん、そのなんでを探しながら、うん、思考癖を良かったに切り替えていく、うん、そういう良かった探しで、まあ、予定思考っていうのを伝えたりとかしてます。なるほどね、はい、それは素晴らしいかもしれない、ね、なんか精神的に弱くなった時にお薬を処方されると思うんですけど、それだけじゃなくって今の思考癖変えないと、もうどん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 暗い方向に行ってしまって、うん、なんか世の中っていいことと悪いことって一緒に介在してるから、うん、悪いことばっかり探しちゃったらお先真っ暗で、まあ、それはそう、もうなんかもうしんどくって生きていけなくなると思うんですけど、うんうん、その中でもなんかいいこと探すっていうか、道歩いててもゴミばっかり見つける人生より、うん、お花を見つけられるような人になったら笑顔増えると思うので、うん、そういう思考癖を身につけられるトレーニングを提案して、セミナーやったりとか皆さんにお伝えしたりするのがもう一つの仕事です。なるほど、はい、これはまあ精神科でいうところの認知療法というものに近いものですけども、まあ、基本的に僕も日本という国ではカウンセラーの数とかカウンセリングができる医者が限られてるから心理教育って言うんですけど、大勢の人にまあ心の病になりにくい考え方を持ってもらうだとか、それとかワークブックであれなんであれトレーニングをしてもらうとかする方がよっぽど手っ取り早い。で日本って本当に情けないと思うのは、うん、まあ、結局医学部の教授がみんな頭がおかしい人だからなんだけど、80人も大学の医学部があるのに、教授会の多数決で精神科の教授を決めるから、全国82の大学で普段動物実験ばっかりしててろくに臨床してない人の多数決だと、まともな人間が教授に選ばれない。で僕怖いのはそういうやつらが面接して入試をしてるわけで、それで自分たちと考えの合わないやつを、例えば心の治療とかちゃんとやった方がいいと思いますよ、お前変わってるやつだなって言って面接で落として、だから医学部って入試面接やらないと変なやつが医者になっちゃうと思ってるけど、もしどうしても面接やりたいんだったら患者の代表とかナースだとかそういう人に面接すればいいんだけども、それを医学部の教授が面接してるから余計変なやつがなっちゃうわけよ。でペーパーテストの方がずっとマシだと思うのはね、例えば発達障害の人たちで、まあ、自閉症スペクトラムとかって言われてる人たちっていうのは確かにコミュニケーション力とか落ちるんだけど、その代わりものすごく凝り性な人が多いからすごい大発明をしたりさ、あ、頭いいですよね、記憶力もよくて、それでしかも史実の達人になったりするわけ、はいはいはい、ところが面接で入ってくる人でそういう発達障害の人落としてると、落としてるんですか、もう今落としてますよ、だから史実の達人じゃないけどコミュニケーション力だけはあるから失敗した時の言い訳だけはうまい。だから私立は平凡だけど失敗した時の言い訳がうまいやつがどんどん入試で受かってるわけ、面接、だからそんなの僕は入試面接なんて医学部の教授がやる以上もう全部廃止した方がいいと思ってるわけ。だって僕がもし医学部を今受けたらどこの大学でも落とされるよ企業でも落とされるかも、まあね、だから変なやつを
変なやつを受からせるだけの度量がある人が企業とか大学の医学部とかにはいないわけじゃない、だけど、まあ、それはいいとして、いずれにしてもそういう変なやつが教授なせいで、結局カウンセリングができる人が教授に選ばれない、だから日本って例えばレイプをされるだとか、震災のトラウマに遭うだとかってものすごく不幸なのに、そうでなくても不幸なのに、それで PTSD とかになっちゃったら治してくれる人がいないわけだよ、だからその心の病の治療法だってほとんど習えないし、栄養学とかも習えないから、年取ってからどうやって元気になるかとかも医学部出てたって習えない、だから医者なんかの話聞くより、ちゃんと長生きしてる人とか元気な人とか、そういう人の話を聞いた方がよっぽどいいと、だから和田さんとか心の病にあんまりなりそうにない人の話を聞いてる方がまあよっぽど心の病には多分ならないだろうなとは思いますよね。そうですね、病にはならないと思うんですが、ネガティブな部分はありますけどね。だからネガティブを自覚しながら、そこをどうやって治したらいいかって分かってる人と、自分はいや心の病なんか絶対ならないよ、俺はうつ病なんかならないよなんて思ってるやつに限ってなるわけで、あ、やっぱ挫折に弱かったりも ね、まあ、ねしますしね。なんか普通に人間ってネガティブに生まれてるじゃないですか、まあそうだよね、デフォルトがネガティブで生まれてるからこそ、ネガティブをちゃんと見つめて、そこから何か学びをこう引き出しをね、学びを引き出せるような人がやっぱり伸びるのかなと思ってますね。いや、おっしゃる通りですね、今日は非常にね、和田さんの話を聞いて、まず要点思考もいいですし、小説の話も、まあ、小説の話ってね、もう小説は多分面白いと思うんだけど、それ以上に人生の後半である種やりたいことをやる、これはね、例えば子育てが終わりましたとか、定年退職しましたとか、そうなった時に、まあ金にならなくてもいいからやりたいことをやる、まあ金になれば一番いいんだけどね。そうですね、だからまあそれもそうですね。最後に告知、無料のもので告知すると、和田ビジョンというメルマガを毎日多分18年ぐらい続けて、書いてるメルマガがあります。これ無料でやってますので、ぜひ読んでいただいて、あと、ラジオが今18年ぐらい続けてやってまして、今 FM 富士さんでやってるんですけど、こちらもポッドキャストで、無料で聞けて、オーディブルでも、聞けますので、まずそういう無料のものからちょっと興味持ったら入っていただいて、面白くなったらオンラインスクールとかいろんなものサービス提供してますので、ぜひ、興味持っていただければと思います。和田博美で検索してください、はい、ということで和田博美さんでした、はい、和田秀樹チャンネル、和田秀樹でした。ありがとうございました。